はい、どうもー、はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。狭い町が頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょう。はい、ひょうたん様がいらっしゃってるんですね。ひょうたんさんね、炭酸もあるし、ひょうたんさんとひょうたんさんこれいくらすると思う？わかんない。4500円。ひょうたん高え。ひょうたん高え。300円ぐらい。4500円。あ、お前マジでマジで4500円もすんのにこうだよ、もう。まあ大丈夫、分かってる。何が、お前吸い込まれるよ容易に。そんなことやると物語だったらね、孫悟空とかここにこうやってね、水入れた昔の水筒なんだよ、要は。そうね、水とかに入れてね。で、こいつでメントスコーラやろうかなっていう。コーラを一回移す作業が必要だね、うん、小さく切り刻みますか。うん、ここえ、何なんだろうこれ。ひょうたん実、かぼちゃとかも近いんじゃない？そんなことないか。あ、なんかわかるかも。うわ、 1.5 入った。とりあえず入ったな。まだいくよね。いや、臭っ。もう全然でしょ。買ってくる。急いで買ってこないと。じゃあこれ行ってくる。栓して、あっ、怖いね。一回止めていい？まだいけるって。うん、ボーって。あ、もうでも、もうあと500ミリぐらいじゃん。めっちゃ入るな。あ、え？急に？え？来てる、そこまで。あ、いる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 、俺が映ってる。これがひょうたんの能力。はい、じゃあね、ちょっと行きますよ。行きましょう。いきますよ。うん、3、じゃあひょうたんメントスコーラまで。はい、3、2、1、いけ。うわー、いけ。うわそんなに早い？ここで反応したんだろうね。ちょっといろいろと、ここはさ、あれなんだね。ちょっと、ここ大惨事だからということで、本当はエンディングがちゃんとあったんですけど、そのデータが今ちょっと破損してしまってまして、まあ一応今もう7時でギリギリで、エンディングらしきものを撮ってるんで、まあとりあえずひょうたんが、すごいものだっていうことが伝わったら嬉しいです。はい、じゃあ また明日。こんにちは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 。